夫妻を描いた絵画。キル・ウォーデン施策は、かつて存在した、イギリスの施策員。放送家、アーサー・ウォルフが1800年に除されたが、1830年に、廃絶した。本校においては、アーサーの妻案に与えられた、キル・ウォーデン女男爵についても触れる。アーサー・ウォルフはアイルランド庶民院議員や、アイルランド法務長官を務めた、放送家で、 その妻アンゴルフは1795年に夫の功績からアイルランド貴族としてキルデア県キルティールのキルウーデン女男爵に除された。アーサー自身も1798年のアイルランド首席判事就任とともにダブリン県ニューランズのキルウォーデン男爵を授けられて、夫妻共に各人の権利として爵位を帯びることとなった。彼は続く。 アイルランド合同時の1800年にキルデア県、キルウォーデンのキルウォーデン死爵に少女したが、アイルランド暴動に巻き込まれて殺害されたために、息子ジョンが爵位を継承した。二代死爵ジョンは就職翌年の1804年に、母ンからキルウォーデン男爵位を合わせて相続したが、彼には子供がなかったため、三つのアイルランド貴族爵位はわずか二代にして廃絶した。初代死爵は、 アイルランド暴動時の1803年、家族と共に、自邸からダブリン城に向かう途上で暴動に遭遇し、馬車から引きずり出されて、甥いと共に虐殺された。ありがとうございます。